真っ先に入ってくる俺を承認するだけだから。はい、承認しろ。承認。お、誰？あんたらかい。あ、大丈夫。キャラクター画面でさ、この2キャラ使うのかと思った一瞬。これ目の前のさ、ラベノフと。ラベノフと女。女。ここ普通に知らなくて。なんかボコボコになったアルマズラってオチじゃないの？あの塔になのかな。存在を感じる。ちょっと早く動かせない。なんか こんな専用の、あ、これ絶対。上さ、あれどう見てもスコーチャー専用アスレチックだろう。これなんかジャンプできると思わない？いや、いやもうの前にこの辺は何もねえ。なんかあるこれ。あ、なんかジャンプパッド。あ、ちょっと待って、俺全然飛べなかったんだけど。あーって、これスコーチャーの方が楽です。はい、スコーチャーゲーです。こっち行きます。誰がまともに飛ぶかよ。え、っていうことはこれ、リアクズをゲットするときもここでしょ。当たり前よ。どう考えてもスポーチあった方がいい。なんか異物があったんだけど。異物？ああ、なんか異物を触って石板の近くに寄せてっていうあれだ。なんかここにも異物がある。 R4Dあー、出たこれ。何？あの壁見てさ、数字を見るやつ。え、ちょっと待って、そこ行くわ。あ、違う違う、あの異物でこれ。あー、もしかしてそういう。やだなー。装備してさ、前パスコード見るために数字見たの覚えてね。うろ覚えだけど、ちょ、若干覚えてこれやる。あ、あとこれか。あ、これ赤いクリスタルぶっ壊したらジャンプパッドになる。あ、そういうこと。私いらないけどね、別に。俺もいらんけどね。あ、あった、異物。またこの変な音が鳴ってんのか、異物の近くは。あとこれだろ。おお、おお。あ、これほら、離れるな俺から。エネルギー、あ、ストーリー的にはそっちなのか。そう、ジョーカーを返し、ジョーカーを。ああ、そういう系。あ、そういう系だと。あ、ドクターチャンセンのためにゾンビを切る。なんでお前のためにやってくれんの。あ、手袋があるんだ。異物4個。あれこれさ、昔あれじゃん、なんか昔の謎解きアイテムじゃん、こいつら。なんか見覚えがあるような感じはしたけど。そうだよね。俺ストーリー何も理解してないから、異物見ても何もわからない。俺もよくわかんない。ゾンビレベル2か。優しい、余裕だ。あとなんか弾薬ボックスあるな、至るとこ。あ、ジャンセンが手を触れてるぞ。列車走ってっけど。銀河鉄道。銀河鉄道。で？中身がなくなってしまったって。あの列車乗れそうじゃね？めっちゃ乗れそう。あっ。途中乗車は苦手なんだ。最後のエネルギー、あ、もう最後なの？早っ。早っ。全然こんなガシガシの装備じゃなくてよかったよ。うん。これやっぱりアルマスラだな。アルマスラの右上の方のちょっとビル群があったとこだ。ああ、ここ警察署じゃん。そうだわ。だよね。思い出の品があるわよ、近くに。
かしらね。またなんか音をたどるんだ、探せ。今あ、あった。探検してるから。あ、これもなんか前見たな。てか何これ、ラベンノフとジャンセン時々カジミール投げてくれるんだけど。そうなの。あ、異物あった。ほれ戻ってこい、やるぞ。あ、わかったわかった。普通周辺探索するの私の仕事だろ。なんであなたは勝手に探索をしてるんだ。いやあ、それ初めて来たとか遊びたいでしょ。先にジョーカーをしてから探す。ジョーカー、わかるわ。ほら、ジャンセンのためにキルしろ。ちょっと今インスタキル見えた。取って。あ、本当だ、破壊できるクリスタルいた。ちょっとジャンセン殴んないで。あ、ナイス。結構多いな、ゾンビ。あ、結構多いな、ちょっと。ジャンセンが死んでしまう。スポーチャー使えばいいよ。はい。何この爆発。あれ、憑依された異物を再収集。異物どっかにぶっ飛ばされたんだけど。今の爆発でぶっ飛んだ。ぶっ飛んでるっていうか、なんか、周りを飛んでる。え、飛んでる？フィールド見て。あれどうやって回収できるんだ、はい、ヒピについて。あ、ちょっと、取れねえ。あ、取った。あ、取った。じゃあ、ゾンビ多いな。ちょ、ゾンビ多いな。あれ、触るだけじゃねえのか。待って、あれ取りに。ゾンビ多いな。あれ回収したい。待って。はい、取った。はい、取った。はい、じゃあ、ジャンセンのためにゾンビをキルするんで。いいな。はい。終わった。で？で？この絆は私たちの世界を破壊しているの。このままにはできない。見ろ、塔の上の嵐が晴れていく。あれだよな。ああ、あそこ行くんか。あい、あそこだん絶対。DMZ でも言ってた記憶があるな。言ってたわ。あなたたちを連れて行けない。上に上がる道を探して。え、上に上がる道な、中にあるんじゃない、さすがに。え、これさ、スコーチャーで届く三段ジャンプぐらいしないと無理じゃない。一応この辺にさ、冬岩があるから。ああ、そう伝って。はい。あ、そういう感じかな。本来はちゃんと中から行くべきだと思うから、ちょっと様子を見て、あの、中から行こうと思うんだけど。あ、もう、うん、少しはいいです。もう来ちゃったからいいや。建物に何かあったかもしんない。まあまあ確かに。あれ、ここにもあんなジャンプパッド。ああ、これ待って、これ建物の内部から来るパターンじゃないわ。おい、ジャンプパッド乗ったらなんか飛ばされたわ。どこ行った？ああ、ちょっと乗ってください。何これ、ジャンプキング？ちょっと待って。ジャンプキング、これに入ればいいの？はい。あ、そう、入ったら上のゲートに。おお、ピタゴラスイッチ始まったって。え、これどんどん高いところに。おお。あ、待って、はめられた。あ、ちょっと。貴様、ピタゴラスイッチ初心者。いや、それ、ピタゴラスイッチだと思って、まんまと言ったらはめられたんだけど。俺ははめられん。
あーっと、ちょ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 はめられてんじゃねえかよ。なんだよ、もう。バカがよ。じゃあ、そこじゃ使う、俺。でもこれ、上まで行かねえ。めっちゃピタゴラスイッチするやん、これ。え、このピタゴラダメ、ダメゴラ？あれ、なんだこれ。なんかとりあえず一番上まで行かなきゃいけない。あ、待って、なんかあなたが先に進んだおかげか、途中にチェックポイントが生まれて、私はワープができたんだ。え、そうなの？危ない。行くぜ。はあ。いや、俺どんどん進む。待て待て待て。危ねえ。なんだ？バスにぶつかんなよ。飛ぶタイミング見ねえと思う。ダメじゃん。行くぜ。ゴール。あそこそこそこ適当に飛んだら落ちるよ。俺は落ちん。よいしょ、危ない。何が俺は落ちんだよ。ん？いや、またゲートに入ったわ。おお。船だが。そう、船。待って待って。俺今遊んでる。なんだ？赤いゲートがあるよ。プレイヤー全員が進行する必要があると出てるよ。あ、そうなの、そこ。はい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 。じゃ行って。ました。なんだ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 。入った。何ここ？何？ここ知らんな。謎の存在を破壊せよ。ちょ、待て待て待て、早まるな早まるな。なんか道が出るかもしれないだろ。あ、そうやってショートカットばっかりしやがって。出るわけねえだろ、これ。え、じゃあ仮にスコーチャーがない人間はどうやってそっちに行くんだい。あれ、普通にパラシュートで行けると思うよ。怖いけど。確かに怖いけど。これもあのアルマズラの相当上空まで来てるってオチでしょ。ねえ。あ、なんかある。姿を見せて。おお、なんだ。おい。あ、出てきた。あ、なんか異物が四つあるけど。うん、こいつ撃ってばいい。え？あ、こうもうね、光ってるところが弱点だ。おい、な、何このなんかシューティングゲームのボスみたいなさ。光ってるところが、あら、こっちだ。あ、ゾンビも出るんだちゃんと。いいか、光ってるところがじゃ、な、なに。ほい。おお、何それ。あー、ちょっと待って、追尾弾出てきてる。あー、うざいやつ、それうざいやつ。じゃあ待って、アーマーないから移動しながら戦おう。もう金アーマー使っちまえよ。持ってきてねえよ。持ってきてねえのかよ。何これ、何これ。なんだ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 。あ、これ MMORPG みたいなことしてる。危ない。あ、まあ全損した。これ気をつけて戦わないと。うわ、危ない。あれ、光ってるとこ撃てばいい。そうそうそう。これグレポンだったら終わってたな。これか、壁ないと普通に危ない。いい、どうしよう。な、何ゲーこれ。 3D アクション系。 3D アクション系。あ、ちょっと待って、これ強力な攻撃来るパターンかも。ここない。あ、あの追尾弾うぜ。危ない。もうちょっと近づかんと。あ、そっか。あ、危ない。3だったわ。なんでこんだけ長距離で戦ってんの。はい、移動しながら戦え、バカ野郎。そっか、あの大技移動すれば普通に回避できるんじゃねえの。そうそうそう、当たり前じゃん。私はさっきから移動しまくってますが。ああ、 IQ200。 それなくてもあなたは強い。あー、痛い、弾痛い。弾痛い。あんまないとだるいな。悪いだろうな。あ、ちょっとこれ強力な攻撃来るからジャンプした方がいい。
OK。 いや、とりあえず撃っちゃいいんで。初期ポ、初期ポ危ない。知らん、あんまくれ、誰か。あんまくれ。色調これさ、このマップでヤクザ集めるのだるそう。だるそう。あとソロでやんのもだるそう。ねえ。やれ。ちょ、ターマ邪魔じゃん。あんまない。あんまある。危ない。なんかこれはこれでなんか真剣で面白い。最終ストーリーだから本気出してきた。本気出してきた。あ、死んだ。あ、死んだ。あっけね。何、第一形態終わり。あ、違ったわ。普通に死んだわ。さようなら。私にはわからない。あ、もう彼女を感じないの。でも取る前に消えちゃって。お前たち戦えてた。彼女はまだいるっつって。えっ、続くやん。続くやん。ヒステリー女じゃ。ピカピカしてなくね。めっちゃピカピカしてる。ちょっと待って、これずれた方が良さそう。俺たちの武器が通じない。えぇ、なんだって、なんだって。謎解きか、まさかの。なんだ、ジャンセン付近のゾンビ。またお前守んのかよ。危ねえ、危ない。ジャンセンどこ。あの黄色いところ。ちょ、全身レーザー女になってる。カジビルだぞ。ちょ、ジャンセンがなんかスーパーマンになってる。バッドボーイズの新キャラだわ。なんかすんごい。わやじゃ。ジャセン勝てんのかこれで。俺この柱の。おーおー、あ、おーで撃てるよね。あ、光った光った光った。動かないで。結構当たり判定シビアだね。放つ前に光ってるところを撃ちゃいいんだな。そういうこと。子供騙しですわ。これを何回もやると。そうそう。ちょっとた弾出しすぎこいつ。ちょ、痛いて。あ、なんかジャンプ。危ねえ。落ちないでよ。気をつけないと落っこちる。ジャンセン移動した。下にゲートあるんだけど。ゲ？うん、下にゲートあるんだけど。怖いから入らんけど。移動移動。落下したら上に戻してくれるのかもね。ね、痛すぎ。痛い。いや、やだな、あの、ストーリー云々じゃなくて、略図集めてここエルダーシチルで来るのがもう嫌だな。スポンチャーはいらないな、これ。だグレポンとメイン普通に打つ武器と。そうやね。あ、少しいらない、嘘。あ、いや、スポンチャーはいる。グレポンはなくてもいい。あとはその、この変な形状のマップでもさ、あの、要求されるのは通常ステージと同じタスクなのかどうかで。ね、あ、ちょっと光ってるところない。ある、あるあるある。 OKOK。 ないじゃない。ある。あ、後ろ。あ、あ、たまたま邪魔くせえ。たまちょっと燃えちゃう。あ、はい、どこ行った。いろいろジャンセン向こう用してる。まさか第3フェーズあるとか言わないよね。だるすぎ。
危ない危ない危ない。脳死あっていいな、今回たまたま持ってきたけど、うん、危ない危ない危ない。あーちょっと死ぬ死ぬ、あぶねスーパーマンになっちゃったよ。ザ・ボーイズだよ。ジャセンもしかしてスターライトだった。スターライト。あ、これ光るよ光るよ光るよ、光った、はいはいはい、あ、ちょ、動くな。オッケー、はい、で俺地上もうちょっと探索したかったのに、これ無理じゃん。無理や。あ、報酬できる、出てる。ああ、で、謎解きアイテムですね。ああ。はい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、なになに？ちょっと、もうちょっと探索したくね。あれ？これ、降りて、大丈夫？ゲートあるんだよな、あそこに。ほら。ほんとだ。ちょっと降りてみね、とりあえず。あ。戻された。下行けねえ。あ、ほんとだ。あ、こんだけ広かったら絶対イースターエッグかなんかあるだろう。んうん、帰ろう。帰ります。ムビーかな。3ヶ月後、ウェストバージニア。オシック隊。娘の様子を知りたいの？いや、大した用じゃないんだが、その、元気かな。ちゃんとおとなしくしてる、本当よ。いや、いろいろあったしな、すべてを整理するのに時間がかかったんだ。すべてを整理する？いつものラベノフはどこに行ったの？次の計画はあるのか？何をするつもりなんだ、ドクター・ジャンセン。やっぱり知りたいんじゃない？そう言えば。落ち着いて。電話してくれて嬉しい。実は休暇を取ろうとしたんだけど、今は何かをしていたくて。ミラーの報告書のことを考えていてね。彼女が幼い頃に生き延びたアウトブレイクの現場を訪れているの。リバティフォールズは思っていた以上にちっぽけな街だった。なんてこった。BO6 ってことじゃない？BO6 これ続けんのか。ゾンビボードってなんかストーリーだけ続いてるらしいじゃん。ああ、知らんけど知らんけど全く知らんけど続いてるらしいじゃん。はあ、でまたなんかしょうもない謎解きしないといけないんだな。あ、しょうもない謎解きや、しょうもない謎解きや。もうググるぞ俺は。ググるぞジョージは。